お腹が空いたので、今日はミックスベジタブルを使ってチャーハンを作ろうと思います。この間もチャーハン作りましたけどね。なんか好きなものは続くタイプの人です、私は。最近続いてるのは、なんかカレーがやたらと続いてます。毎日まで行かなくても、毎日のように2日に1回、3日に2回ぐらいの勢いでカレー食べてる気がします。で、ミパンに先に今油引いといたので、オリーブオイル、しか持ってないので、サラダ油をですね、毎1回ちっちゃいサイズのやつを買ったら、結局1年以上ずっとあって減らないので、つい最近捨てちゃいました。酸化しててダメそうだなと思って。ご飯をチンします。昔あんまり好きじゃなかったミックスベジタブル、最近ハマってます。この間買ったばっかのこの無印の調理スプーン、これちょっと使ってみようと思います。あ、使いやすい。いいかも、これは。あ、いいですね。今までだったらこのヘラでこう炒めてたんですけど、これはこうやるだけで、まあ、チャーハンぐらいだったらね、これをこう斜めに、お皿の上に斜めにしてザーってやってよそれるけど、でもヘラこれだったら。炒めたものをこうやってすくうこともできるわけですもんね。あ、これ使いやすいかも。みんながいいと言ってるのがなんか分かった。これはいい気がします。オリーブオイルのすごいいい香りがする。が変わった。卵じゃなくてサラダエビ発見したので、これを一緒に入れることに。豪華。名前の通り
サラダとして食べようと思ってるんですよ、これは。でちっちゃい冷蔵庫にぬか床とか作った味噌とかでっかいものが入ってるので食べ物をストックするスペースが本当に少ないので、使いやすいかも、これ。チャーハンの卵ってなんか後から最後にこう入れてご飯がにこう。なんていうの、ご飯がパラパラして一粒一つがチャーハンしてるみたいな感じが好きな人が世の中多いと思うんですけど、私は子供の頃から、チャーハンの卵は結構独立して要は後から入れるんじゃなくて先に炒めてしまってるものを食べていたので、中華屋さんで出てくるチャーハンは、まあ、あれはあれとしてなんですけど、家庭で作るものは先に火を通した、要は炒り卵が一緒に具に入ってるみたいな、そういうのが好きです。ミックスベジタブルと卵、おいしそう。何で味付けしますかね。塩コショウとケチャップを、ケチャップライスにならない程度に少々にしようかな。
しよう、これ前買ったのこれずっと使ってるんですけど、あんまり好みではなかったです。あの粒が大きくてね、ちょっと使いづらいんですよね。特別美味しいかって言ったらそうでもないし。でもいっぱい入ってるから減らないから、あ、止まった、今火が止まってなかった、焦げちゃったよ、焦げちゃった。まさかここに来て焦がすとは。なんかバジルも入れとこう。塩の甘さしたの忘れてしまった。まあさっきのお塩は、まあ、もうじき使い切る、別にそこまで気に入ってない感じで。沖縄の塩が美味しいんですね。次はそれを買おう。ケチャップってなんか味が出るから、あの薄く味付けする程度に使っても結構美味しいですね。あと味噌汁にちょっと入れたりとかしても味が引き立って酸味とか旨味も出るし、ケチャップを出汁代わりに調理したりすることもできるみたいな。ケチャップって結構量を多めにしても少なめにしても結構美味しいです。はい、できた。こんな感じ。12分。あー、なるほどね、こうやって使えるんだ、便利。とてもいいかもしれない。さっきのこのヘラだったらガーって音するんですよね。こういうヘラでこうやってダーってやる感じ。すくうことはできない。でもこれだったら確かにいろんなことが一つでできる、便利ですね。これはみんないいって言うはずですわ。とてもいい、すごい使いやすい。はい、完成です。エビとミックスベジタブルと卵のチャーハン。ではありがとうございました。